あ、毎度アロスです。この前ね、とある同級生から電話かかってきました。2、3年ぶりぐらいちゃうかな。あ、どうしたんやろうと思って、だから共通の同級生のお母さんの訃報を知らせる電話やったんですよ。で、僕その時は平日で関東にいたんで、申し訳ないけど、お通夜な、ちょっと無理やわ、関東おるし、仕事でな、あ、そっかそっか、タロスはじゃあもうお通夜無理ってことやな、あ、そうやな、まあ、だからまた花送るであったり、そんなちょっとあれば、ちょっとまたその時も教えて、あ、分かんなかった、もうタロスが無理やから、花だけでもな、ちょっと引っかかったから、ちょっと待ってくれて、お前さっきから、なんて、いや、だから、タロスは、お通夜無理なんやろ。いや、お前なんで俺がタロスっていう名前で知ってんねん。んだらもう電話越しでも分かるぐらいにたーって笑う感じで、俺がお前のことを知らんわけないやろ。もう気持ち悪いって言われて、俗だって。なんかたまたまね、YouTube のおすすめであったり、まあ、誰かから聞いたのか分からんけども、なんか知られてしまいました同級生に。別にね、内緒にしてたわけでもなく、やってたわけじゃないんやけど、まあ、ひっそりと、まあ、自由気ままにね、やってたもんが、なんか、お前、YouTube やってんねんなって言われたとき、特に同級生に言われるの、なんか、すっごい恥ずかしいですね。なんだろう、このなんか、ズワズワっとする感じ。なので、もう、言うてる間にね、多分、同級生とか、学校関連の人たちには知り渡ると思うんですけども。まあでもね、これでもまあ見てくれてるっていうのはありがたいことなんで、まあ、今後もね、もうほんまに不定期配信だけど頑張って、アキラ頑張っていくで、俺もアキラ見てるっていうことでね、ちょっとこの前出させてもらいましたけど、まあ、今日も頑張っていきますね。はあ、いやでもね、なんかもう最近無駄に思うことが多いというか、納得できへんというか、釈然とせえへんというか、はい、ね、まあ、大手、もう結構大手、有名なメーカーの工場とかに、まあ、積みに行くことって結構あるんですよ。その中の一つで、まあ、そこは基本的にもう今のところ8割9割もうほぼ10割バラ積みなんです。ケースから、で別にその仕事の内容がどうとかっていうわけじゃないんですけど、もらう仕事は僕ありがたく、ね、文句も言わずにするんですけど、ただやっぱりなんか納得できないというか、釈然としないというか、というのもそこはやっぱり大手だなだけあって、中の工場管理、製造から配送管理、梱包配送管理まですごいんですよ。もうまあ、中の方は見えないんですけども、作られている状態は梱包された状態、箱がベルトコンベアに乗ってから来るんです。それがバーコードで読み取って、この商品はいつ、こういう商品でいつ作られたか、製造年月日もあってっていうの全部分かれて来るんです。それがその先には、まあ、ロボットアームがあって、そいつらが持ってパレットに一個一個並べていくんですよ。人間がするよりも綺麗やし正確で早いんですよ。それが作られたなと思って、それだけで終わらず、横にずれて、くる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 って回るんですよ。何してるかって言ったら、ラップを巻いてるんですよ。しかも、ゆるっとしたラップじゃなくて、きちっとの、なんていうんですか、角がちょっとしわいくぐらい、きちっと巻かれてるんですよ。うわ、すごいなと思って。もうそれだけじゃなくて、ちゃんとそれで出荷レーンが5、6個あるのかな。そこにまたベルトコンベアでトコトコトコのって来たところを、リフトマンがそれをすくって、で僕のとこ来るんですよ。で僕はそれを全部見た上で、全部見た上で最後に僕のとこ来た瞬間にカッターナイフでシャーってラップを切るんですよ。そして
あの見て、あの全部見た、あの工程を全部見た上でシャーしてから、それをまたバラで持っていくんですよ。これどう思います？多分ね、このね、その大手メーカーさんもね、大変やったと思うんですよ。最初は駆け出しの完全商品作って売っていったのが、それが評判読んで売れすぎてね、もう嬉しい悲鳴が出てきて、うわ大変や、売れすぎや、商品やらへん、もっと作らなあかん、もう人海戦術で作ってから梱包してからとかやったと思うんですよ。でこれじゃダメだと、これじゃもう出荷が間に合わへんと、うちの商品を待ってくれてるお客様がいるんだってことで、昔の偉いさんもその頭のええ人とかみんな集まって、なんとかしよう言うて、それでね、じゃあロボットにしましょう言うて、機械を使うんですよ、オートメーションにするんですよ言うてから、それをもうあベルトコンベア通してからね、ここでバーコード読み取って、商品分かってからそれをパレットにロボットアームで積んでいくんですよ。それだけじゃなくてそれだけじゃなくて、横にはもうラップを巻く機械も置いといてから、それでやったらもう人のコストも削減できるでしょう。うわそれすごいな、じゃあそれをそのまま持ってって置いたらいいんだなって言うたら、そこに僕は肩にシャーするんですよ。あーしんど、先人たちの血と涙とお金のそのなんていうんですか、結晶といいますか、集大成といいますか、それを僕は無限に買ったんだからシャーするんですよ。なんだろうこの無駄、納得できへん。もうどうせやったらこのベルトコンベアね、もうトラックのケツに流してくれたらいいんですよ。普段そのまま行きますよ。なんたら何の仕事もしてるかわからん、うろうろしてるリフトマンも全部手伝ってくれますよ。だからもうね、2、3時間かかるケツのバラ積みもね、1時間ぐらい終わりますよ。すぐ終わりますよ、そんなもん。にもかかわらずそんなことをするからね、いやもう毎日ね、それをね、毎日行かないですけど、行くたんびにそのなんか釈然とせえへんなと思って、ほんでは言うたら何て言うんですかね、真夏の炎天下にその仕事をしたら、まあ言うたらほんまに頭からつま先までびっちゃびちゃになるんですよ。ひどい時はもう安全靴も汗吸うぐらいびっちゃびちゃで、その状態でトラックね、キャビン戻って運転はしたくないんですよ。僕の場合すぐ運転席入った瞬間にエンジンかけて、もうねクーラーガンガンで接線の時回して、ほんで全段もう全部脱ぐんですよそこで。ほんですぐ全部着替えして、ほんでちょっと体休めて冷やして飲み物も飲んで、ほんでやっともうまあ5分10分ぐらいかかるかな、それだけでもやっと動き出して、まあ、受付の前まで行ってから観音扉閉めて、ほんで出荷実質賞味出荷評価を持って行って受付にね、まあ伝票をもらうってことだけど、この受付行くのもなんかもうなんかイラってなるんですよ。もうイラッとするんですよ。っていうのも、もうみんなね、さっき言ったけども、ほぼ10割 ほぼ全部の車両がケツからバラ積みしてるから、もう僕と一緒でビッチョビチョなんですよ。ほんで顔真っ赤っかでみんなフーフー言いながら事務所来てるんですよ。まあ、大体事務所行くのってまあそうやね、タイミング悪かったら運転手、積み終わった運転手さんが 2,3 人並んでるんですよね。もう事務所もね、もう、まあ、当然かもしれないけどクーラー効いてるんですね。だけど寒いぐらいギンギンに、もうキンキンに、もうキンキンに冷えてがるんですよ。はい。でそれはね、そんなところでずっとおったらね、体も冷えますよね。ほんならもうそこのお姉さん方 3,4 人もいるかな、うわ寒い言いながら、うん、ブランケット下に、あ冷えるわ言うてるんですよ。言うてはいいけど、もうそんな感じでなんか困難してるんですよ。しかも目の前には僕ら顔面真っ赤にしてからフーフー言うてるやつら目の前にしてそんなことするんですよ。もう俺らからしたらもう働いてこいって、バラやってこいって、体の芯から温まるぞと。ほんでね、賞味出荷表をね出しますよね。ほんだらまあそれはね、行ってこいではないんですけど、渡してすぐもらえるわけじゃないんやけど、それでもそれをね、なんて言うんだろう、5分ぐらいかかるんですよ、ほんまに一人の伝票を出すのに。そんな時間かかる、そんな今あんな機械が全部分かるぐらいの、バーコードとか分かるぐらいの、そんなピッてやったら分かるでしょうと。向こうね、リフトマンも計算しながらやってんじゃない、その賞味するのが分かるでしょう。
結局5分ぐらいかかって、まあ、3人とか並んでたらもう結構、ね、単純計算15分ぐらいかかるんですよ。でこっちはもう体はびしょびしょやったけども、いきなりキンキンの部屋張るからもう体冷えてしまって、まあ、塩タブレットとか置いてるんですけど、置いてるだけなんですよ。あのなんかよろしかったらご自由にどうぞとかも書いてないんですよ。置いてるだけで、横にはあのパンで衝撃パンチしたらあの瞬間冷却できるよう なんかほ逆ホカロンみたいなやつあるでしょ、冷たくなるやつ、あれが置いてあるんですよ。でもらってもいいの、もらいにくいわ。でもどうせやったらね、まあ、この僕がねもしその出荷側の立場やったら、目の前でもう顔真っ赤っかにしてね頑張ってきてくれた人がいるんだったら、伝票を渡す時に塩タブレット1個と、その瞬間冷却できるやつ1個と、ほんで何やったらもうスポーツドリンク1本添えて、もう、ね、今日も積み込みお疲れ様でしたと、もう熱中症怖いよね、あのこの気持ちで程度ですけどこれで ねみたいな感じやったらねしますけども、そんなもない。あー寒い言うて、何やねんお前寒いってお前でね、まあ最後らへんちょっと気持ちが高ぶりすぎて何喋ってるか分からなかったけど、結局ね大手なところ、まあ、有名メーカーのところで結構そういうとこ多いんですよ。もう中でガチガチのルールがうるさかったりとか、うん、なのでねそういう CM とかでね、なんかそういう、あこういうのも運んでんのかな、ああいうのも運んでんのかなって思ったら、あ今日もタロスが顔真っ赤にして運んでくれてんだなって思ってくれだけで僕はもうそれでいいです。それだけで僕は満足です。うん、別に全メーカーのね荷物を僕が運んでるわけじゃないですけど、僕みたいな人間が一人一人が頑張って運んでるんだなって思ってくれたら、僕はそれだけでいいです、満足です。はい、っていうね、まあそんなこんなで今日もね声を張り上げてタロスは頑張っております。はあ、まあこれからの方ももう終わりの方もね、皆さんこれからもはい、ご安全に。